5月28日火曜日朝6時の相場解説になります。と、一時的なレンジに入りましたね。日足だけを見ていただいても、このように実体のものすごくね、上下幅の小さいローソク足が並んでおります。まあこれはね、本当に、あまり出来高が高くない状態なのかなと思います。一時的なレンジってものになってます。ただし全体的には上昇トレンド中ですから、まずね、一時的なものだってことを忘れないようにしておかないといけないですね。上の方にブレイクするんじゃないですか。まだその予兆は出てないですけどね。で、4時間の方を見ていきます。4時間の方も同じように、ローソク足が非常に上下幅が短くなってますね。ただ、赤い移動平均線の上に乗っかった状態で、まあ上の方に行くポテンシャルは残されているかなってとこです。全体的には上昇トレンド、これも変わりません。そして、1時間軸ですね。今日の動向を占う1時間軸ですけども、昨日時点ではね、いいところでエントリーできたと思います。で、夕方の5時に結局ここでね、利確できて、で、追撃をするなら0.5で追撃ってことだったんですけども、残念ながらね、追撃しようかと思ったら下の方に落ちてしまったということです。ただし、これで下落トレンドになったのかというと、そうじゃなくて、やっぱり移動平均線の上の方に伸びていったということで、今日も上昇トレンド中のレンジになったかなというところです。で、レンジってのはこういうふうに今形作れているのかなというところですね。だいたい上下40ピップスぐらいです。上下が40ピップスぐらいね。まあ、ですんで、このまま移動平均線に絡みながらローソク足がぐるぐるとしながら上の方に抜けていくイメージを持ちたいんですけども、それはどうなるかは分かりません。今日ちょっとね、見ていかなくちゃいけませんね。今日ね、利益を取るために、いろいろとポジション取りたいなとは思うんですけども、まあもしかしたら観察の日になるかもしれないですね。昨日は利益を取れたんですけども、今日は観察した方がいいかもしれません。この動きだと、横ばいがね、しばらく続くのと、あとは上下幅、ボラティリティがどんどん短くなっているところも考えられますんで、ポジション取ってもね、上下幅がなければ利益になりませんから。だからちょっと観察する日になりそうです。それではね、今回の相場解説は以上です。FX オリガルヒの方は追加放送をお待ちください。それでは。